皆さん、こんにちは。課題研究所吉野でございます。第1回チャンピオン、今週もチャンピオン取りたいと思います。感じしまいましたが、今週の本はこちらでございます。コーポレートクリエイティビティ。クリエイティビティのある人間はどういう人間かということを真剣に考えています。で、我々がこうクリエイティビティのある人間を考えるとですね、アインシュタインなり、ドクター中松なり、こうなんかちょっと突拍子もないような、ちょっと組織のこう論理から外れているような、そういう人間をちょっと想像してしまいがちです。しかし、それはクリエイティビティのある人間のほんの数パーセントである。実は会社に利益をもたらす、あるいは組織に大きな利益をもたらすこうクリエイティビティの発見というのは、実は何の変哲もない普通の人間の人が、その変哲もない普通の人間から生み出されている。これが非常に重要な知見である。これがまずこうクリエイティビティのある人間はこうなんかちょっと外れてるような人間なんじゃないかみたいな、これはまず先入観である。で、この本の趣旨は、まあ、そういう、こう普通の人でもクリエイティビティは環境によって生み出すことができる。で、会社がすべきは、突拍子もないような、一部のそういうクリエイティビティを持っているような人間を、どんどん採用することではなくて、一般の人間でもこうクリエイティビティが、クリエイティブなこう活動ができるような、そういう環境を整えることがこう会社としての使命ではないかということが、まあ、こう一冊ずっと貫いてあるという本です。で、まあ、この本の特徴としてはですね、まあ、非常にこうケース事例が非常にたくさん書かれていて、まあ、中にはちょっと冗長なものもたくさんあるんですけれども、まあ、非常に読んでて、まあ、読み物としては非常に面白いと。で、読み物としては面白いんですけれども、じゃあこの環境作りを一体誰ができるのかというと、この本を読んで本当に役立つ人っていうのはどれくらいいるかというと、まあ、そんなに多くはないのかな。つまりこう自分でその組織の、ルールなり風土なりを、まあ、少なくとも調整できる立場にあるような、まあ、上の人間、トップダウン、基本的にはトップダウンですね。で、まあ、経営者とかそのあたり、まあ、マネージャークラスがどういうふうに部下のクリエイティビティを高めるかっていう視点に基づいて書かれている、まあ、典型的なこう西洋的な経営の思考に貫かれているので、まあ、そのまますぐ日本企業なり日本型の組織に、適用できるかというと、まあ、そこら辺はちょ若干難しいかなと思うんですけれども、まあ、参考にはなると、そういう意味です。で、まあ、前半の方でそういうクリエイティビティの重要性であるとか、クリエイティビティによってほんの些細なことでも、大きな利益を生み出すと。で、そのほんの些細なことを拾ってくるっていうその姿勢を作ることが非常に大事であると。で、後ろの方はまあその具体的な事例でどういう点に着目して、組織っていうのを構築していったらいいかという本を書かれていて、まあ、まさに、西洋的な経営概念の、まあ、こう体現したような本です。で、そうですね、今日はちょっと5分なんで若干長い感じもするんですけれども、まあ、そんなこともないんですけれども、いつもやんな、いつも通りやんな、ね、例えばですね、結構はその著者が日本企業に対するその造形が深いというか、非常によく調べられていて、決してその西洋企業、アメリカ企業なりそのヨーロッパ企業だけではなくて、日本企業の実例でも非常に多く書かれていて、まあ、例えば JR 東日本はなぜ水を売り出したかとか、あとはですね、まあ、トヨタの看板方式もしっかりですね。あと、まあ、ちょっと面白いところでは、GHQ が、その最初撤収した後にですね、日本の市場経済を保つために、クリエイティビティを、トレーニングするという教育をしてた。で、それが、まあ、日本 の, その急速な経済成長を後押したのではないかというふうに、考えられています。
さて、今日のトピックはこちら、堅い系をクリエイティブにするには。はい、どうも。